ミラクル4ビドゥンラスト一箱開けたいと思います。駿河屋で安かったシリーズのラスト一箱ですね。いやー、まだね大当たりは引けてないわけですが、だからね今ねドゥエマね、最初はドゥエマはもう完全にアドを取る用だったんですよ。ポケケよりもアド取りやすいから買ってたんだけど、今ね YouTube とかでドゥエマのプレイ動画見たり開封動画見たりしてて、プレイしたくなりました。だからスタートデッキを新しく買おうかなとか思ってて、なんかまあ持ってるんだけど、それとはまた別に最近スタートデッキっていう、スタートデッキなのかな、なんかデッキ出てるじゃないですか。それを買ってなんかねプレイしたくなりました。だからねルールをねほぼ覚えました。公式チャンネルのなんかアニメのキャラクターがルール説明してくれる動画見たりとか、プレイ動画見てたら覚えて、まあ、このね、モンスターじゃなくて、まずクリーチャーって呼ぶってことから覚えましたね、なんか。とかね、なんかいろいろ、まあ、まだ完璧には覚えてないんだけど、プレイとかしたことないから。ただね、ルールは面白そうですね。てか、プレイしたい。マジカとかもプレイしたいんだけど、ルールもね、面白いですね。一デッキ40枚で、フィールドに、出すカードが結構多いんですよね。それが面白いかなと思って。だから、ドゥエマちょっとね、始めようかなっていう。せっかくカードいっぱい持ってるし、始めたいなと思い始めましたというか、思ってます、今。で、今もね、ちょうどさっきまでもドゥエマのプレイ動画見てて、面白い。ドゥエマね、いいですね。はい。結構シンプルなんで、意外と。結構シンプルですね。まあ、一見難しく見えるんだけど、みんな結構スピーディーにデュエルっていうかバトルするから。だけど、なんか、ちゃんとルール見ると全然シンプルで、わかりやすいですね。はい。なので、ぜひね、皆さんも一緒にデュエルしましょう。デュエルって言っていいのかな?バトルっていうのかな?あと、そら、袋の開け方ね、コメント欄で注意されたんでね。注意していただいたので、はい。そこの袋の開け方も気をつけようと思います。これは呪文のカードっていうのがあってね。これは呪文のカードなんですよね。で、これがクリーチャーなんですよね。まあモンスターですよね。スター神とか、また、僕がね、今見てるのがちょっと前の動画なんで、もしかしたらルールが追加されてるのかもしれない。あ、いきなり来ました。SR。あ、VR か。ベリーレアの、はい。R カイトですね。はい。R カイト来ました。こういうのも意外と強いんだよね。あ、トリガーは使えないとか書いてあるな。うん。そう。で、僕結構遊戯王はね、小学校の頃プレイしてたから、まあ、今はもうルール覚えてない。全く覚えてないんだけど、なんか遊戯王ってダイレクトアタックしても一発じゃ、なんか自分のライフがあって、そこにダイレクトアタックしてって、ライフを減らしてゼロにしたら勝ちだった気がするんだけど、ドゥエマはもうダイレクトアタック一発で、ゲーム終了なんですよね。袋の開け方を教えてもらったんだけど、これがいいみたいね。パックを逆さまにして、こう出す方がいいってコメント欄で教えていただきました。おー、これもクリーチャーなんだ。大地、かまま道。こういうのも意外と強かったりするからね。まず、あとここが、まあ、いわゆるなんていうのかな、コストを支払うみたいな。コストってなんて言うんだっけ、二文字で言うじゃん。なんだっけ。マオだっけ、マオじゃなくてなんか言うんですけど、まあ、コスト2個支払って召喚できるから、まあ、一見弱くてもここが低ければ召喚しやすいよねっていう。そう、だから一見強くて、あ、シールドトリガーだから、そうですね。なんか、いいんですよね。トリガーがあると。スピードアタッカー。あ、召喚酔いしないんだって。これすごいですね。なんか最初に召喚した時は、召喚したばっかの時は、召喚酔いつのになって、すぐ攻撃できないんですけど、これはそれがないみたいですね。はい。結構前回の開封動画からね、僕ね、ドゥエマに対する見方が変わってるんで、お、トリプルスリーはね、意外と、ノーマルでも価値あるやつなんで。いいですね。
デュエマね、面白いですよ。もう全然、バトルはもう難しいのかなと思ってたら、そんなことないとこがいいですね。シンプルなんだけど、割と、こう、奥深いのはまあ当たり前なんだけど、なんていうのかな。そうそう、シンプルなんだけど、いろいろやりようがあって面白いですよね。あとやっぱこうね、これはいいですね。まあ、これもトリガーですね。シールドトリガー。自分のダイレクトアタックされる前に、5個ね、まあ5機みたいな感じで、5枚カードがあって、そのカードを全部破壊されたらダイレクトアタックされちゃうんだけど、カードが破壊されて、カード裏返しに5枚置いとくんだけど、その5枚のうちに、こういうね、トリガーが出ると、攻撃されるんだけど、なんか反撃的なことができるんですよね。そうそう、だからこのトリガーっていうのが結構いいよね。クリーチャーだけど、効果とかないのかな？でも普通に強いのか。でもいいんかな？わかんないけど。うんうん、カード1枚引くとか。お口に、チャックスパロー。面白いんだよな、カードも。で、まあこれですね。アルカディアスモモキングですね。これも強いんだけど、あ、でもこれコスト6なんだな。でも12,500って強くない？あれ？僕が見てる動画とかだと、なんか、1万とかでも、これは最強だとかなってたんだけど、強いな。キングマスター。スター進化。光のクリーチャー。まあ、ちょっとまだね、詳しくはあんまりわかんないんだけど、でも、ちょっとはわかるようになってきました。面白いってこともわかりました。ちょっとカメラを動かしまして。よいしょ。でもデュエマってさ、一番初期から今までさ、全部共通して遊べるんでしょ。一応クリティカルラブ、喜び、4500でブロッカー、あー、ちょっとわかんない、ブロッカーはよくわかんないけど、お、なんか来てる。あ、コロコロレアね。でもコロコロレアもバカにできないんだよな、意外と。よくわかんないけど、こういうのとかも多分強いと思いますよ、見た感じでも。まあ5コストかかるけど、5は結構きついっすよね。なんか見た感じ、僕が見てる限りね。まあ僕自身がまだプレイしてないから、いまいち感覚つかみきれてないんだけど、そう、なんかね、5は結構大変そうだった、見てたらね。こういうのとクリーチャー、あ、シールドトリガーですね。ブロッカー、これなんか良さそうだけどな。お、11,000、え、なんでこんな強いのこれ。え、わかんない、強くないのかな、わかんないけど、これ2なのになんでこんな11,000もあんの、わかんないんだけど、なんかあんのかな。おい、なんかこれ強い気がするけど、まあ、まだ僕素人だからあれなんだけど、これとかも強いんじゃない。え、どうなんだろう。Gストライク、ガードストライク。呪文の瞬間。なんか強い気がする。もしかしたらバトルでは使えるのかな？どうなんだろう。でもカードの価値としては上がってないから、トリプルスリーとかのね、コモンでも上がるわけだから、トリプルスリーの方が強いとは思うんだけど、あとなんだっけ、この段じゃないけど、ね、あ、またカードの出し方間違えた。どんどん火吹くやつとかね。あ、グレートフルベン出るね、これ。ちょっとここサクッといっちゃうね。グレートフルベン出ました。当たり確定のグレートフルベン。やったー。ちょっと一回スリーブに入れてちょっと詳しく見よう。グレートフルベンだから強いんでしょ。まあ、コストほら8、あ、この、ルール変わったのかな、また僕が見たやつと。でも13,000とかがやっぱ強いんだろうな。ブロック、あ、ティーブレイカー。わかんない。ちょっとわかんないけど、なにこれは、なんか強いらしいですよ。なんか、聞いた話だと。まあ、だからカードの価値としても高いということでしょ。いやー、なんかね、いい、うん、
ズレマやりたいけどさ、あ、またカードの出し方間違えそうになっちゃった。やりたいけど相手いないよねっていう、あとなんかそういう人が集まるとこ今行けないじゃん。だから時代的にもきついし、あ、のめのめ来ましたね。あ、こういうの強いんだろうね。コスト3で5000、まあコスト3で5000ならここだけじゃあれなのかもしれない。ほら、召喚用意しないし、こいつ。まだね、この下の方のあれはよくわかんないんだけど。そう、なんかね、すごいんですよ。なんかエグゾディアみたいなのもありますよね。エグゾディアみたいっていうか、このカードが何とかすると勝つみたいなカードありますよね。ああいうのもすげえなとか思って。そう、あとなんか、このターンでは負けないみたいなカードもあったりして。最後の切り札に使えるよねみたいな、すごいんですよ、すごいカードは。でもなんかうまくねバランスはね調整されてるだろうから、そう、あ、なんか来ましたね、ベリーレアですね、テラスザークか。なんかよく見るね、よく見るっていうかめっちゃ開けてるからな。あ、これとは逆に、これ7なのに6500しかなくて。でも多分ここら辺がなんか強いんだろうね。そう、なんかね、すごくて、コストを、なんか、特定のカードの効果のおかげで、コストを1個少なく支払っただけでも、だから、7必要なのに、6しか支払わずに召喚できるみたいな効果を持ってるカードもあったりして、まあそういうのをね、組み合わせてやっていくんだろうね。普通にね、プレイ動画見るの面白いですね。うん。あ、でも、そう。僕の好きな YouTuber がやってる。まあ、マエチャンネルさんも見てるんだけど、今はね。そうそう。まあ、マエチャンネルさんも割と初心者からやってるから、すごい分かりやすいんでね、見やすい。あんまプロいしそうだと分かんないじゃん。こういうとこ強そうだけどね。これも強そうだよな。でもこれ呪文って書いてある。呪文っていうのは何なの？クリーチャーじゃないってことは、効果として使うの？ちょっとね、まだそこまで詳しくは分かってないっていうか、うん。昨日一晩中見てたからさ、そういう動画。てかまだ逆に言うと一晩しか見てないから、プレイ動画。だから一晩中見ただけでも、もう、なんか5分ぐらいで大体ルールは分かりました。なんとなくは。5分では分かるっていうね、公式の動画見たんで。ハッピーターン。ジャスティスフォース。シールドトリガーですね。うん。なんかね、シールドトリガーはね、いいよねって。言うのはなんとなく。ですね。だからなんか、今まではゴールドレアとか、そういうトップレアのカードしか興味なかったけど、今はいろんなカードにこう、なんか目が行くようになって、こうね、今開けてて面白いですね。なんだ、おお、おお、クリーチャー、ダブルブレイカーとか多いよ。ああ、そうだ、思い出した。ダブルブレイカーっていうのは、シールドを2つブレイクできるんですよね。だから、5個しかシールドないじゃん。ないじゃんっていうか、ないんですけど、そのうちの、だいたい1回の攻撃で1個、こう、破壊できるんだけど、それを2つとか、なんか最強なやつ、僕が見た中で最強なやつは、クリーチャー2体と、シールド2個破壊できるやつがなんかあったりして、すごいですね。あ、これシールドトリガーです。だからこうやって、こいつがシールドにいた場合、こいつを破壊されて、こう出すと、こうやって呪文をシールドなんか手札に加えて、こそしゃらずに、え、どういうこと？あ、そうか。これを召喚できるんか。そう。多分ね、ちょっとごめん。まだね、ルールね、まだ、ほんと、ね、あれだから、ちょっとまだ把握しきってはないんだよな。なんとなく分かってきたぐらいで、ただ面白いっていうのは分かった。まあ当たり前なんだけどね、こんだけ腹流行ってるから、それ面白いんだろうけど、でも流行ってないやつでも面白いのあるけどね。なんかマイナーなボードゲームとかでもすごい面白いやつあったりするから。うん。これとか、7000プラス、プラスって何？あ、なんか書いてある。攻撃する、この攻撃で終わりまでクリーチャーのパワーをプラス7000必要。どういうこと？このクリーチャー、その攻撃で終わりまでこのクリーチャーのパワーを。ああ。
ってことは14,000になるってことだけど、このターンでこいつは破壊になっちゃうってことか。なんかバーンバルニア的な、まあまあちょっと違うけど、なんかすごいな。14,000ってやばくない？どうなの、やばいんじゃないの。僕が見てたやつはなんかすごい強くても10,000とかって気がするから、10,000はもうやばいでしょみたいな話をしてた気がしたんだけど、違うかな。気のせいかもしれない。よいしょ。あ、これかわいいよな。うん、これとかも強そうだけど、なんだろう、7,000。あ、こいつもダブルブレーカーだし、ブロッカーっていうのもついてるな。あ、まあ、これは、あれ、まあ、あれか。いや、面白いですね。あとね、この、パッケージの主人公とかもね、よくて、なんか、まあ、その前の世代の主人公とかもいるみたいなんだけど、いるんだけど、そう、なこのアニメも面白そうなんだよな。てか、漫画読もうかな、コロコロコミって。あ、やっぱ一枚残ってる。あぶねえ、あぶねえ。捨てるとこだったぜ。ガガガ R ブランド。こいつとかもやばそうだよね。9000なんだよな。でもコスト8。でも、この辺が強いんだろうな。ダブルブレーカーとか普通に入ってるし。だからまずはなんかスタートデッキみたいなの買って、そっから慣れてきたらそのデッキを改造してって、そっからだな。うん、あ、コロコロレア来てますね。まあまあまあ、パーロックジュニアがまだ出てこないね、今回。パーロックジュニアはね、ちょっと、まあ狙ってはもちろんいるんで、パーロックジュニアは出てこないな。あとはまあ、なんか、SR とかもなんか全然出なくなってきた。なんか、ここら辺がちょっとあんまりいいカードが、てか、キラーカードが出てこないね。でもなんか、お店とか行くと今結構もう残ってますね。この辺の、往来編は。今度3段もう出るし、まあ1段2段はね、割と買いやすくなってるんで。あ、来てますね。なんか、あー。A だからもうゴールド枠使っちゃってるな、これで。はい。トリプルスリー。レアだけどゴールド枠使っちゃったな。どうでしょうね、これは。もちろんね、プレイに使うんだったら強いかもしれないけど、まあ当たりか外れかで言ったらちょっときついのかなっていう。A ですし、はい。トリプルスリーですし。呪文か。コスト3。ん？相手のクリーチャーを3枚選んでタップする。どういうことだ？タップってなんだ？カードを3枚引く。ああ、どれか選べるんだ、しかも。すごいね。3つのうちから1つ選べるっていいね。カードを3枚引くのを選べたりとか。クリーチャーのコストは3少なくする。すごくない？次に召喚する自分のクリーチャーのコストを最大3少なくできるんだって。0以下にはならないんか。だから0にはならないんだ。だから1は支払わなきゃいけないんだね。だからコスト4のやつを1にはできるってことか。しかもそのクリーチャーにスピードアタッカーを与えるだって。どういうこと？あ、そうだよね。いいんです。強くないこれ。だからコスト4のやつを1で召喚できて、しかもそいつはそのターンですぐ攻撃できるってことでしょ。すごいね、やっぱ。いいカードはすごいね。絶対一番下選ぶってことでもないのかな、意外と。どうなんだろう。プロい人は他の選ぶのかな。3枚引くとかを逆に選んだり。まあ、引きたいカードがあればね、そっちを引くよね、そりゃ。強いカードが出てこないってなったら。
テスタロッサ。これやっぱノーマルでも強いってこと、価値あるってことは強いんだろうな。ああ、プラス2000だから4000になるってことかな。ん？相手のターン中に相手のクリーチャーが召喚以外の方法で出るとき、相手は仮にクリーチャーを墓地に置く。へぇー。あ、なんか特殊効果みたいなんで出たらダメってことかな。トリガーとかあるってこと？あ、トリガーじゃ無理か。相手のターンだから。まあ、多分強いんだろうな。しかも2だし。まあまあ、多分強いんでしょう。あれが来ないんだ、今回。パーロックジュニアが。まあ、だいたい最近の傾向だと3枚ぐらい出てたんだけど。まあもちろん当たりじゃないけどね。でもパーロックジュニアがさ、あるとさ、ちょっとワクワクあるじゃん。もう今回ゴールド枠使っちゃってるから。まあでもグレートフルベン出てるんだけど。あ、なんかキラーは来てますね。ホタテ好きなんだけど、ビジュアルは。でもコスト2なんだよな。スター進化。レグスターズまたは水クリーチャーの一体の上に置く。なんかちょっとスター進化ってめんどくさそう。なんか逆に。あんまいい効果ではなさそうだよね。ね、ギラミリオンでしょ。これもスター進化ですね。4000で4か。どうなんだろう。このクリーチャーがアンタップ。アンタップってなんだっけ？タップって横のことだっけ？縦にすることだっけ？ちょっとごめん。まだね、ちょっと、ルールを覚えきってはない。でも、だいぶ、前回開封した時に比べたら、もう、デュエマの面白さを分かってきたかもしれない。ただ、最近の、このパックとかにはないんだけど、なんかシールが貼ってあるやつとかもあるんだよね、カードで。で、シールを剥がすと、みたいな。新たな姿が、みたいな。一応、コロコロレアで。ん？なんだこれ、あ、これ呪文か、びっくりした。呪文ね。さあ、ラスト一つの、列です。3分の2が終わりました。今んとこ、まあ、グレートフルベンは出てますけど。グレートフルベン、なんか最近、マイ箱、一応出ては来るな。なんかこの分の後半はグレードフルベン多くなってんじゃない？あ、でもそんなこともないか。あ、なんか来てますね。ババン。うん、うん、うん、うん。これも強いんかな。あ、パワードブレーカー。これが強いんじゃなくて、あ、違うな。そのパワー6000ごとにシールドさらに1つブレイクする。なるほど。つまり最初の6000だった場合は1個シールドをブレイク。だからね、これ自分が呪文を唱えたらこのターンクリーチャーのパワーを3000にする。ってことは9000になるんだ。ってことはこいつがパワー強くなっていけばシールドを2個とかも破壊できたりするわけ。強いんじゃない、多分。まあ強いと思うんだけど、まあ SR だしね。やっぱデュエマってさ、ポケカと違ってレアリティが高いカードって強いんね。まあもちろんそれだけじゃデッキは組めないんだろうけど。マッチョとかいるしね。よかった。で、このボックスめっちゃ開けてるからさ、カードはいっぱい持ってるから、始めようと思えば結構、やれるよね。まあでもね、スタートバックっていうのは、スタートデッキみたいなのも持ってるんだけど、せっかくなら最新からやっていきたいなっていうのもあって。最近なんか細長いの出ました。あー、また失敗しちゃった。開け方を。ドキンダンテが。あ、これ強いんだろうな。わあ、出た、トリプルブレーカーとかついてる。トリプルブレーカーって3つ一気に破壊できるってこと？まあ、でも9だからな、結構。え、待って、何これ？ 99,999 だけど、どういうこと？強すぎないか。あ、なんかあるんだろうね、いろいろと。まあ、ちょっとまだわかんないけど。え、9、え？ 9,999 じゃないんだ。99,000。
え、こいつやばい。やっぱバトルではめっちゃ強いんじゃん。金次、金星王、ドキンダンテってやつ多分強いんだと思うよ。あの、カードの価値としては低い理由は、まあ、ボックスには1枚確定だから、まあ、開ければ出るからみたいなところなんだろうけど、バトルでは強いんじゃない？もしかしたら、すごく。こういうのもだって必要だもんね。コスト1でね。は、なんだな、なんだろう。お、サッバーグ、VR。よし。いやー、まあグレートフルベン出てるけど、今回ねパーロックジュニアが出ませんね。パーロックジュニアが出ませんね。200万円の買取カードは、お、またなんかキラ来てますね。サッバーグ、これも、これ VR か。あれ？なんで来ないんだろう。パーロックジュニア。一ボックスに1万マンボ。もしかしたら、ランダムだから、偏りがあるのかもしれないけど。よいしょ。来ないかな。お、青だ。あ、来た！パーロックジュニア。さあ、ここに QR コードがありますかと、ないです。まあでも、パーロックジュニアは来ましたね。クリーチャー。まあ特に効果とかないから、多分このカード自体は強くはないんだろうな。うん。まあ当たりがついてるカードってだけで。だから、あのね、バトルにはそんなにみたいな。この逆さにする出し方は難しいな、慣れないと。お、来ました、青のカード。パーロック、違うね。はい。あー、残り2パックだ。まあでも、グレートフルペン1枚だと負けなんだよな、正直。今はね。ちょっと前までは、まあ、まあ割と、負けっちゃ負けだけど、まあ他のカード合わせれば、トントンぐらい来たんだけど、だいぶ買取量下がっておるからな。まあ箱の値段が下がったからね。むしろこっちよりも旺盛の方がいいんですよね。今、あ、テストロスター来ました。こういうのはね、地道に集めていかないと。おーっと、アルカイト。どうの、前は300円ぐらいだった気がするけど、今はどうなんだろうね。はあれ ?1 枚足んなくない？カード。4枚しかなくない？あ、いいんか。テストロスターをあれ外したから。そうだ、いいんだ。さあ、ラスト1パックです。よし、ノメノンとかでもいいからなんか来てほしいな。あ、違うか、ハーロックジュニアではない。うーん、えいっ、ノーマルカード。でもノーマルカードでも多分いいのあるんだろうな。2とかでね出せると。おお、シールドトリガーだし、こいつよし。ということで、今回出たレア系をまとめますと、まあスリーブに入れてないのも多いんだけど、まあ R カイトでしょ。で、まあ、テスタロスターノーマルでレアのやつで、サッバーグでしょ。あれ、サッバーグ2枚、ああ、そう、違うやつか。で、まあ、ドキンダンテでしょ。で、白装混成。ボルメテウス、ホワイトメルキス。で、まあ、コロコロレアでしょ。コロコロレアちょっと分けとこうか。ギュランビリオン。で、またテスタロッサ。意外とテスタロッサ150円とかの価値あったりする。で、TTT なんだけど、A なんですよね。まあ、これはまあ、こっちで。で、まあ、コロコロや分けといて。で、これね、ガイアールブランド。で、テラスザーク。あ、ノメノンはノーマルだけど、価値があるカードで。で、まあ、当たり枠のグレートフルベンということで。はい。で、コロコロレア。
グレードフルベン買い取り額高いけど、強いんだったら1枚は持っとかないとね。バトルで使わないと。もし始めるときに、周りがもう、ね、こういうバトルに慣れてる人だったら、せめてもの、ね、強いカード出さないと、負けちゃうからね。まあ、使いこなせないかもしれないけど、で、トリプルスリーも買い取り額つくと。で、アルカイト。よし。っていう結果でしたね。やっぱり、ルールを覚えてから開けると面白いです。あ、お昼のチャイムがちょうど鳴ったんだけど、ルールを覚えてからの方が今ね、開封が楽しかったですね。ノーマルカードとかも、あ、こういうカードがあるんだ。あ、こんな効果があるんだとか。あ、あとこいつなんか、ね、弱いけど、使いやすそうだなみたいなのがなんとなくわかるようになってきました。ということで皆さんね、今回は駿河屋で買ったんですけど、だから駿河屋リンク説明欄に貼っときます。Amazon とか店頭でもあるんで、ぜひ、まあ、一緒にデュエマやっていきましょう。うん。ただ、トレカの厳しいところは、一人じゃ遊べないってとこですね。まあ、遊べるんだけど、バトルは、ただできないじゃん。なんかね、ネットを通じてやるのもいいんだけど、やっぱ人対人だと気使うから、知らない人が特に。仲いい友達とやるか、コンピューター対戦やりたいですね。だからといって、ゲーム内のカードではやりたくなくて、リアルのカードを使ってコンピューターと対戦したいです。はい。ということで今回の動画は以上です。評価ボタンを押しててください。それではまた、バイバーイ。